よく聞く話だが、運命の相手とは赤い糸ってやつで結ばれているんだそうだ。その糸は時間が経つうちに絡まって切れてしまうこともある。どうした？けどたとえ糸が切れても運命の相手を見つけ出す方法がある。それは首って…どこだここは。とりあえず結ばれてみることだ。このクソ忙しい時にまた遅刻か。すいません。実は引っ越したばかりでまだ荷物が。言い訳すんな。大体お前はな。あの部長、報告書をメールしましたのでご確認いただければと。さすが佐野君、仕事が早いね。誰かさんと違ってな。はいはい、助かったよ渡る。いやいや、昼休みいつものところな。わかりました、いつものですね。ありがとうございました。遠慮せずにじゃんじゃん食うよ。いただきます。こんな店のランチでよければな。こんな店で悪かったな。言っとくけど味は超一流だ。お前に食わせるにはもったいないくらいにな。お、サンキュー。ソウタさん珍しく昼からいるんですね。当然だろう。今日の店長のおすすめランチは抜群にうまいぞ。店長のおすすめって作ってんのはあの優秀なバイト君だろ。あざっす、若木です。優秀なバイトの若木君が作ったものを店長の俺がおすすめする、これ別に問題ないだろう。そりゃソウタ、お前昨日あの後どうなったんだ。あの音って？別に。どうなんだ、白状しやがれ。それが途中から全く覚えてなくて、むしろお前らが覚えてるところまで俺に教えてくれないか。いいだろう。あれは確か、そう、一週間前の出来事だった。いや、そんな前からじゃなくていいんだけど。そう、俺が彼女と別れてちょうどこのカウンターで飲んでいた時のこと。ジュコちゃん。けどすごいな、ソウタさん、失恋ぐらいで泣くなんて。うるせえ。どうせ超イケメンで超優しくて超金持ちの三重お坊ちゃまは振られたことなんかねえだろ。ええ、ありません。うわ、言い切った。ついでに言えば、人を愛するってどういうことだろう。あんまりよくわからないです。渡るの場合は女の方から寄ってくるもんな。彼女たちが惚れるのは僕にじゃありません。僕の家柄にです。恋愛なんて所詮そんなもんです。そこまではっきり言われたら何も言い返せない。つか、お前らさ、二人ともおかしいよ。恋愛ってそういうのじゃなくない？なんかこう、もっとハッピーでキラキラした気持ちが上がるもんだろ。そういうお前だって彼女いねえだろ。バカ、今いないだけだよ。
作ろうと思えば速攻で作れんだよ。なんならお前らにも紹介してやるよ。どうやって？そりゃだからほら SNS とかで、ここで小中高の同級生を探して片っ端からメッセージを送れば誰か一人ぐらい合コンしてくれるだろう。なんて送るんだよ。俺のことを覚えていますか、久しぶりに会いたいから返事くださいって。雑だな。こんなんで返事来ますかね。来るさ絶対。で来たんですよね、例の彼女から返事が。ああ、今思えばそれが不幸の始まりだった。ほっとふざけんじゃないわよ。まあまあそんな怒らないで。社長もバシッと言ってくださいよ。この段階で設計の見直しとかありえませんか。どうしたのこのところ孫ちゃん、ちょっと荒れ気味ね。服も昨日と同じだし。最近何か問題でも？別に。いや問題あるに決まってるでしょ。私に黙ってお見合い進めるなんて。いいか、死んだ母さんが俺と結婚したのがお前と同じ29の時だ。お前まだ独身でいるつもりか。だからって勝手に決めないでよ。もう切るよ。マコ、お前のこと。ごめんね、ミスズ。うるさくして。大丈夫ですよ。はい、食べましょう。ありがとう。いただきます。さっきのまたお父さんですか。そう、もう結婚しろってうるさくてさ。でも電話かかってくるたびにちょっと不安になっちゃうんだよね。不安って？いや正直、まあ私仕事にはそれなりに自信があるけど、女としてはどうなんだろうって。いやいやいや、マコほど乙女の女子いないでしょ。ほらなんだっけ、あの初恋の人。ちょっとやめてよ。いまだに初恋の話をされただけでそんなに顔をあからめる女子いませんよ。あの人だけは私の中で一生特別だから。熊のぬいぐるみ助けただけで。うさぎ。うさぎか。ぴょんじろう。いやいや、死んだお母さんがくれたの。そしたら、貸せよ、おい貸せよ。俺知らない。どうした？そしたらそこに現れたの、あの人が。ひでえな。よし、とりあえず応急処置だ。貸してごらん。女の子を悲しませちゃ俺の名が去る。待ってろ、必ず見つけてやるから。ありがとう。そう言って泥だらけになって探してくれたの。結局見つかったんですか、そのボタン。でも嬉しかった。私が大切にしてたものを同じように大切に思ってくれて、その彼とは。それがそれっきり。まあクラスも違ったし、その後転校しちゃったみたいで。コウスケって名前は知ってるんだけど、あの人今頃どうしてんのかな。そんなに気になるならさ、探せばいいじゃん SNS とかで。うん、やろうとしたけど、もし見つけちゃったら恥ずかしくてもう話しかけられなくて。無理無理無理。あー、そんなに気になるなら探せばいいじゃん SNS とかで。コウスケ。嘘。
もしかして私と同じ小学校、幸せを助けると書いて康介、あの人だ。来たんじゃないですか返事。嘘、来たのさっきので。いや、お前が驚いてどうすんだ。お久しぶりです。メッセージありがとうございます。お会いできたら嬉しいです。広沢真子。ちょっと待て、広沢真子誰です？小学校の同級生で、で俺の初恋の女性だ。運命の人だ。お前の初恋？おいおい、早っ。お前ら盛り上げる準備はいいか？えらく気合入ってますね。そう、おい何やってんだよ康介。ごめん、なんかちょっと緊張しちゃって。先輩でも緊張することあるんですね。こんばんは、広沢真子です。俺。いらっしゃいませ。お待ちしてました。渡るくん、ご案内して。どうぞこちらに。こんばんは。こんばんは。いや、どうぞどうぞ。こんばんは。どうぞどうぞどうぞ。康介、はい、こっちこっち。どの人ですか？真子さんの初恋のヒーロー。いって。え、あれ？いや、わかんない。では改めまして、私矢吹聡太と申します。今回のですね、合コンの開催のきっかけとなった康介くんの親友であり、なんとこの店のオーナーです。すごい。なので皆さん今日はじゃんじゃん飲んでくださいね。てことで自己紹介よろしく。まずは君。はい、まこさんの高校の時の後輩のみすずです。ウェブライターやってます。今日は飲みます。おー、ノリがいいね。気が合うかも。そして、はい、あと北条志保です。はじめまして。真子とは高校時代の親友です。フリーでカメラマンやってます。撮る方なの？なんかシュッとしてるからモデルかと思ったわ。じゃあ次行った。佐野渡です。僕はこいつの親父、実は東陵辞書の社長なのよ。いいですってば。すっごいお手じゃん。すごいお金持ちだ。いや、大したことないです。またまた謙遜しちゃってすごいですよね、真子さん。それで佐野さんは何を？僕は康介さんと同じ三馬商事で働いています。それだけ？趣味は海外に行って一人旅することです。バックパッカーとか？あ、そう、バックパッカーです。いいですね。じゃあ次。はい、あ、どうも、広沢真子です。あのメールの返事ありがとうございます。ああ、いえいえ、宇佐美康介です。はじめまして。はじめまして。え、小学校の時の同級生なんですよね。ああ、そうでした。ついうっかり。うっかり。ってことで、じゃあこの出会いを祝して乾杯。乾杯。さあ、皆さん本当に彼氏いないの？はい、いません。こんなに綺麗なのに自分で言っちゃうんだ。広沢さんも？はい。バカ、お前言った。この子にいるわけねえだろ、彼氏なんか。そんな全力で否定しなくても。え、もしかしているの？いや、まあ、いませんけど。だよね。今確信した。こいつ私の初恋の相手じゃない。絶対ありえない。え、マジ？そうなの？なんだ、じゃあ普通に飲みますか。じゃあさ、みんなの好きなタイプ教えてよ。
私、佐野さんみたいな人。うん、こいつ以外で。なんでですか？ちなみに、真子さんのタイプって未だに初恋の相手なんですよ。ちょっとやめてよ。いいじゃないですか。初恋？そうそう、なんか小学校の時いじめっ子に大事なぬいぐるみを壊されたところを助けてもらったとかで、ね、その人のことをずっと忘れられないんですって。何やってんだ、康介。ああ、ごめんごめんごめん。初恋を忘れられないなんて、今時そんな人いるんだなって驚いちゃって。バカにしてます？ああ、いや、そういうつもりじゃ。で、その人どんな人だったんですか？すごくかっこよくて、優しくて、純粋で、私にとってはヒーローみたいな人なんです。ああ、じゃあ残念ながら康介じゃないな。なんでだよ。ええ、絶対違うと思います。え、いや、実は SNS でメッセージもらった時、もしかしたらその人かなって思ったんです。康介って同じ名前だったから。でも今日実際会ってみたら、その人とは運命の差だった。運命の差？多分お前が泥だ。うるせえ。それによく考えたら、きっとその人は私の手なんか届かないようなすごい遠い世界で活躍してると思うし、そうであってほしいなって思います。そっか。でもいつか会えるといいね。はい。いや、どうだろう。ほら、よく思い出補正とかってあるじゃん。記憶の中の人を美化しちゃうってやつ。どういう意味？だからほら、そいつも今はただのしょぼいサラリーマンになってて、おまけに上司には叱られてばっかりで、全然かっこよくなくて、おまけに案外君の近くをボーッと歩いてる可能性も。ちょっと、さっきから何なのよ。え？その人との思い出は私にとって宝物なの。人の夢壊さないでくれる？マコ、だってさっきからこの泥男が。誰が泥男だ。おい、康介、お前が彼女の憧れのヒーローじゃなかったからってそんな怒ることないだろう。はっ、こんな女の憧れになってたまるかよ。こっちから願い下げだわ。ああ、じゃあ二人とも。ちょっとさ、もう楽しく飲もうよ。ですよね。空いたグラス回収します。ああ、すいません。そう。すみません、さっきは先輩が広沢さんの地雷を踏んじゃったみたいで。ごめんなさい、そろそろ行かないと。じゃあ僕が送るよ。私もそろそろ。僕タクシー拾いますけど。佐野さん助かる。え、待って、じゃあ俺も。え、なんで曽田さんまで？お店？康介に鍵預ける。は？俺も帰る。待って、あんたもうちょっといなさい。てかいなきゃダメ。え？その子そうなるとてこでも動かないわよ。まこさん、ごゆっくり。ごゆっくり。さあ、まさ、行きましょう。ああ、おー、じゃあな、康介、店の鍵ポスト入れといて。ちょっと座りなさいってば。大丈夫か？目座ってんぞ。こんなに酔ったのはあんたが人の夢壊したからでしょ。いいから座って。分かってるよ、私だってあんたの言う通り、もうこんな年になるまで初恋引きずってるなんて普通じゃない。それにもし万が一その人に会えたとしても、きっと私のことなんか忘れてる。そんなことねえよ。え？いや、だからそいつの気持ちなんて分かんねえだろ。確かに。でもあんただって分かんないじゃん。それは。なくなっちゃった。あ、ちょっと待って。
よっしゃ、もう一軒行こう。何してんのかなあの人。ちょっと飲みすぎたな。ちょっとまっすぐ歩きなさいよ。お前こそ何なんだよその歩き方。別に。あ、もしかしてトイレ。ったく店で行っとけよ。あんたが先に行ったからでしょ。この先ちょっとコンビニとかないかな。あ、この辺ないな。あの先に公園あるからそこのトイレで。やだ。公園とか絶対やだ。なんで。なんでって暗いしなんか怖いじゃん。女子か。いや女子だから。あ、そうだった忘れてたわ。カツかもこの泥男が。いってちょっと大丈夫。ちょっと大丈夫？聞いてやるから。ありがとう。俺のことを覚えていますか？コウスケ？来たのさっきので。お会いできたら嬉しいです。俺の初恋の女性だ。こんばんは、広沢真子です。だよね。さっきから何なの。こんな年になるもん。おい、健康ドロー男。いっ、まだここは誰が変態だ。さあ、お前昨日あの後どうなったの。運命の相手とは赤い糸で結ばれているそうだ。その糸が切れていると相手を探すのは難しい。でも自分は気づいていないだけで、その相手は案外自分の近くにいるのかもしれない。むしろ大嫌いだ、あんな最低の女。一緒にいるだけで虫ずが走るよ。最悪だわ。それはこっちのセリフだ。朝食作っておいたから温めていくよ。行ってきます。行ってらっしゃい。広沢真子さんです。初めてだったんです、彼女みたいな女性に出会ったのは。お坊ちゃま、みすずちゃん来ちゃいました。俺たちが同じマンションにいるってことは絶対に内緒な。お前のこと見直したわ。ありがとう。私こそありがとう。